ました。2軒目。わ、行った。うわ、静かみ。ゴーゴー。俺このわしづかみスタイル初めてかもしれないです。連絡リフトってことですよね。すげえ。お、いい雪降ってますね。おお、いけたいけた。良さそうな雰囲気出まくり。お願いします。めっちゃ良さそうですね。あのタイプのわしづかみタイプのロープリフト乗ったことありますか？すごい荒いよね。これ結構俺らだから何もあれだけど、普通の人無理じゃねえか。ワンフットでね。やばいっすよね。己の腕力のみで己の腕力のみのこの傾斜が限界ですね。もっときつくなったらもう筋肉番付みたいになっちゃいますもんね。あれずっとこういるよりこうシュッシュッシュッって先に先に行った方が加速してくるのにいた楽重力がこうなってないから。あ、なるほど。そう先へ先へ。もうマスターしてるんですね、ロープリフトも。で俺それ乗ってて隣通り過ぎた親子はこれここでしか乗れないんだぞって言ってたよ。確かに大きな最初のヒントですね。ここでしか乗れない、これロープリフト。ロシブです。本日2カ所目。はい。わ、マッシュとかいっぱいあそこにもある。本当だ、やばいですよこれ。これ予報通りの降雪で良さそう。これは支柱は何本あるのか書いてないスタイルですね。ただひたすら番号のみ。結構長いよね。長そうこれ。グローバルな感じのラジオもまた独特の BGM 流れてますが、もうアルペンさんちょっと急で長いですもんね、この斜面も。実質的にはもうちょっと硬い方がいいんだろう。アルペンにもなんかパウダーとアイスバーンと両方あったら北海道の人強いかもしれない。それ分けるのむずいよ。パウダーアルペン。なんか昔はやってたリフトも何個かあるんですね。第6って書いてあるから5個あったんです。そういうことか。でかいもん。結構大きいですね。4時間券2500円です。今回ナイター券も1200円で温泉付きですが、その横の少し低いリフトしか乗れなくなるんですよね、ナイターは。そう、あ、あれですね、こっちね。から4時間券にしました。はい、ナイターからの予定でしたが急遽繰り上げて、はい、長っ。次で18本なんで、さっきのトータルの本数まであと1本。いや、教えてくんないのはあの心理的なあれあるよね。そうですね。まだ。おお、だんだん雲の中に入ってきました。今20個。20。何個目までいくと思いますか？26。この白いもやの先に20。25。思ったより上空は雲がかかっていて視界はあまり良くないです。ただいま札幌は雨との情報が入りました。あー、お21。これコースあるんじゃない？もうこれコースか。全く見えない。見えなきゃほら。あ、これコースですね。23本でした。ありがとうございました。さあ1本目。
った小刻み。結構長かったです。2本目ついていってみる。ごめん、テーブルトップが。こっち良さそう。出した。すごい危険だったね。よく来れた。いや本当。お願いします。滑り終わりまして、はい、結構ガスっててコース内は見にくいんですけど、結構ツリーランが豊富にあるので、ね、逃げ場が結構ありますね。ツリーの中はだいぶタイトだけどそれは本当にお気をつけてください。そう、高級だ。 HPS 高の159がおすすめのゲレンデツリーはね、ツリーはでもそれを64でさばいてくっていう楽しみもあるんだけど、引っかかったんですよあ、無理っすね。でも新設だったらもっと良さそうですよね、うん、隠れキャラがでも森の中だからデブリだったりツリーボムが落ちてたりとかちょっとあるよね、はい、隠れキャラ。それだけちょっと気をつけて、うん、お、チョビパフだ。イエーイ。
完璧だね、戻ってこれたね。おーやおーや、で、あのリフト最後乗れるね、もう一回。ちょっと通称疲れるね。めっちゃ疲れる。下まで来て、あそこで休んでる。さあ本日2カ所目いました。どうですかこのスキー場2カ所目、はい、いや天気はちょっと良くないんですけど、はい、でも雪がいいですね。雪が良くてツリーの中もかなり雪も残っててかなりタイトですけどかなりハーハーします感じですフリースタイルラップですかっていう感じでしたね。っていう感じでした。もうそれじゃ味わえないですよ。ふみくん的には、はい、ここじゃあ星5つだとしたら、はい、何歩ぐらいになります。いやーこれは 3.2 じゃないですか。お結構 3.2、 はい、おじゃこれは中井さんには最後まで伝えないで、はい、ちょっとどうなるか。あどうなるか、はい、それ面白そうだね、はいじゃあ聞こえてたかな今の。いやどうですかね。大丈夫かな、はい、次5本目1,2,3,4,5 本目だね。お元取りましたねこのリフトの。あ5本で元取り、はいはい、あよかったよかったというか結構満足ですね、うん、あとまだナイターが数本残ってますんでちょっとこれ1本いって休憩して、うん、ナイターも行きたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。あちなみにふみくん歯医者どうなりました。歯医者はいや断るのは断ったのはいいって言ったんだけど次の予約取れなかったっす。ああじゃあ忘れないようにうんちょっともう一回電話しまくって予定を入れてもらいたいと思います。よしありがとうございます。ちょっとパウダーの行ってもいいの。こっちそっちどうだろうね行ってみる。でも多分こっちの方が残ってるよ。あそううん服の方がいいと思う。あ、うん、じゃあ行きます。ポカポカです。ナイター前に一回休憩、はい、休憩しましょう。もうポカポカです。はい、ケタロウさんありがとうございます。ありがとうございます。おいどりワークス深雪ベテランコース。さあ一旦休憩してナイター第2ラウンド4時35分。真っ暗い真っ暗い。本日はスキー場2つはしごの第2ラウンド第3ラウンドってことですね。じゃあそうだね2個目の第2ラウンドだから第3ラウンド。こっちのリフトはナイター初です。初乗りです。お願いします。イエーイ。2カ所目の第2ラウンドナイター突入しました。雪降ってます。お夕方からずっと降り続いてますね。ね、踏まれてないとこ見たらさらっと 3,4 センチ積もってる。ナイター第2ラウンドは、まあ、今これ見えてるコースですよね。ここ綺麗だ。ネットは張ってないので、はい、大丈夫ですね。コースはだいぶ使い果たされてきてますが、それでもメンツルを狙いに行きたいと。こちらのリフトは支柱が13本。どうぞ、この下、いや積もってますね。ポケットチェック。ポ
オーケーです。じゃあ、電気ラインで。よいしょっす。次レギュラーだな。お願いします。リフト下のメンツルいただきました。ありがとうございました。グーフィー、次はレギュラー。レギュラーもう良さそうだよね。はい、ここ気分転換にあっちのマスクの方で行きます。ああ、コースじゃなくて、うん、レギュラーもいいけど、そしたらあっちちょっと見てみる。行ってみますか。まだあったのか。深雪コースと同じ感じじゃんってもうパンパンだ結構マッシュボコボコあったね。ありましたね、すごい地形でした。いきなりナイターこんなにいいなんてびっくりです。朝晴れて昼ぐらいから降っちゃう日はこのルーティンかもね。ーカーブ朝は楽しんで夜はナイターやってるところでパウダー。でもあれか、ここ4時間券あるからさ、それできたもんね、両方。そうですね、ね、まあ1日とナイターどっちかで買った方が温泉はついてくるっていうメリットはあるけど、それでも2500円ですからね。ちょっと行ってみます。はい、Oh, oh, 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 o
ナイターだし、リフト1個だしと思ってたけど、3倍返しぐらいの斜面と、まあ、トラックはあるけど気にならないパウダーでボッコボコ飛べるっていうか、ポンポンいけるやつだってすごいね。恐るべし、はい、ここも気持ちよかったし、1本目のナイター、ここ良かったです ね。ここの上のところのカービングも超絶気持ちいいね。めっちゃ気持ちいいです。このリフト下がオープンになってるのもいいですよね。コース広く使えてね、はい、脇パウみたいな感じもあるし、ダルブルまだか、楽しすぎちゃってもう言いたくなってる。いや本当ですよ、大体なんか想像はつくようになってきましたけどね。ラストラン、ゲスト先頭で締めたいと思います。出ます。ラスト、気持ちいいナイター。リフトの左足を締めましょう。はい、はい、お願いします。いいよ、よし。全然予想違う動きしてた。さすが、そう来たくみよ。左って言ったら大胆に左に。いやー面白かったね、面広くて最高でしたね。満足。いやありがとうございました。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 じゃあ本日は2カ所はしごしまして、2カ所目の第2ラウンドまでございました。ありがとうございました。くたくた、最後の最後までアトラクションが豊富で、ね、やばかったです。なんかやばかったです。くたくたです。声が出てない。結構しごき系じゃん、動き、ポンポン、うん、疲れたね、はい、いっぱいマラソンした感じだよ、はい、結構長いですもんね、コースも。それで考えたら、うん、はい、じゃあイラオジ判定の方
毎度おなじみの、はい、中井くんの方からお願いします。4時間券で売れてて、考えすぎちゃったちょっと仕切り直して、はい、じゃあイラオジャ判定の方お願いします。 3.3。 おー近い。しかもさっきフミ君ともリフトで話しててナイターじゃない時点で 3.2 って言ったんです。ナイター入れて3か 3.1 か 3.3、満足度はかなり3以上ですね、確実に。札幌今雨でしたっけ？雨らしいですからね。岩手ですか？三河地方恐るべし。じゃあ締めましょう。はい、はい、ということで今回上川総振興局1カ所目ワッサム東山スキー場、2カ所目はローカルイラオジャ配慮認定ということで、名前の方は公開しないで。ヒントもない。ヒントはたくさん出てましたよね。ロープリフト、この状況がもう、そうなんです。はい、もう分かってる人は絶対もうすぐ分かりますよ。冷たい冷気、冷たい冷気閉めるか。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。冷たい冷気謎なこと言ってる。ありがとうございます。